はい、ゲームコレクターの酒缶です。このチャンネルのね、今週の振り返りというかね、今週の更新内容のご報告というか、まあそんなところをねやっていこうかと思います。ということでね、今週は2021年8月9日から始まってますが、この日はですね、まず鉄拳 3D プライムエディションね、いつもの Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートの方では、まあ鉄拳 3D プライムエディションということで、こちらでね、まあ今週は2012年2月の16日発売タイトルから順番にいくという、まあ週になっています。まあ先週もね、2月16日のやつやってるんで、まあその続きからですね。で、ニュースとしては、まあスキャンダルで評価が変わるゲームって、まあこういうね、表題というか、つけてるんですけども、こちら、本田翼さんがね、ニョロッコでしたっけ？はい。という、まあ、まあゲームを作られて、まあ実際に作ってたらしいよっていう、まあニュースなんですけど、まあそこから、まあスキャンダルでなんか5億円大爆死みたいなね、なんかニュースがあったんですけど、まあそうじゃねえだろうみたいなね、その辺をちょっと話してみました。はい。で、次が、8月10日ですね。8月10日は、3DS のね、パッケージゲームコンプリートは、ナイトメアパズルクラッシュ 3D。の方は使わせていただきます。いただきました。これ2月23日ですね。で、あと、ニュースとして、まあ、オリンピックは終わったんですけども、次のね、北京五輪、冬季五輪がね、まあ今、ジェノサイド五輪っていうことで、まあ世界的にはちょっと問題になってるんですけど、日本だとちょっと報道がね、足りない部分があるのでね、まあなぜ、こう、五輪の時にいろいろこう、マスコミがね、マスコミじゃないな、マスコミに対して、まあ、会社ね、支援してるような会社がちょっとこう撤退したりとかね、CM 撤退したりとかしてる、あの辺のね、ところの流れをもう少しこう考えて、ゲームのね、立場で考えてみると、この辺をね、見ておくことが大事かなというところで、まあ、マリオ&ソニックちょっと扱わせていただきました。で、次、8月11日、この日のね、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートは、牧場物語始まりの大地ですね。まあ、牧場物語シリーズは結構ね、Nintendo 3DS でもいっぱい出てるので、順番がわかりにくいんですけども、まあ、とりあえず始まりの第一で始まったと。まあ、そんな感じです。で、ニュースに関してはね、まあ、ニュースってわけじゃないんだけども、ちょっと遊戯王のね、新作がね、ラッシュデュエルってやつが新作が出たというか、まあ、12日に出る、まあ、もう今出たんですけども、そのタイトルが出る前からね、まあ、メルカリなり、ラクマなり、ペイペイフリマか。あの辺でちょっとこう、出品されてるのでね、ちょっとそこら辺のところを簡単に調査してみました。まあ、ちょっとね、なんか反響がちょっとあった部分はあるんですけど、まあ、これは単純に有料ラッシュデュエルが注目されたからな、かなと思うんですけど、まあちょっとこういうところもね、しっかりね、見れるところは見ていこうかなと思います。まあ、ああいう、ね、20年経っても変わらないんだな、っていう感じです。はい。で、次が8月12日。この日のね、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートの方は、ドラえもんのび太と奇跡の島、アニマルアドベンチャー。これが、3月1日、2012年の3月1日で、やっと3月に入りました、というところでね。まあ、3月に入ったってことは、Nintendo 3DS がもう一回り1年経ったってことになるんですけども、まあ、ドラえもんもね、実は Nintendo 3DS ではタイトル数多い。けども、まあ、その一作目、まあ、映画にね合わせてっていうのはやっぱローンチ近くだとなかなかないんだけど、1年経つとこういうことがあるというねところでしょうか。はい。で、ニュースの方はね、まあ、乱闘がなかったってしょうがないって、まあ、しょうもないギャグというかなんだかわかんないんですけど、まあ、中田翔選手に、北海道日本ハムファイターズの中田翔選手の問題と、ファミコンなのにね、で、テレビゲーム、野球ゲームにおける乱闘の、ミニゲーム、演出。まあ、そこのね、絡みみたいな、関係性みたいなところをちょっと考えてみようかなと思って、ちょっと一本動画作ってみました。はい。で、次が、8月13日は、マリオ&ソニック、あとロンドンオリンピックが、3月1日発売なので、こちらはね、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートで扱わせていただきました。ちょっとね、毎週5本ずつこうね、3DS のパッケージゲーム、まあ、ノーマルコンプリートって言ってるんで、ノーマル
やつを発売日順、名前順に発表していった結果、オリンピック終わってからね、一週間後に、一週間後までいかないか、一週間以内に、次のね、前のオリンピックのね、ソフトを紹介するという、ちょっとタイミング悪いんですけど、まあ、しょうがないかな。で、毎週やってるね、販売本数ランキングの方をね、ちょっとね、ランクが低調だったんで、まあ、でもトップはマインクラフトだったんですけど、マインクラフトがすごいというよりはって、まあそういうタイトルで、いつものグラフチェックをしています。で、次が、8月14日。この日はね、Nintendo 3DS パッケージゲームコンプリートの方は、番外編ということで、ピクダン2の挑戦。ちょっといろいろ悪戦苦闘して、いつもよりプレイ時間が長くなってますが、20回ですね。はい。20回の挑戦をしています。であと、3DO パッケージゲームコンプリートということで、バーニングソルジャー。これが1994年6月25日に発売された 3DO のタイトルなんですが、まあ、ムービーとシューティングみたいな、そんなところかな。まあ、あの頃のね、3D シューティングって言っていいのかわかんないけど、まあそういうカテゴリーは、まあこういうゲーム多かったよね、と。まあそんな感じなんですが、結構尺がね、ちょっと用意してた映像的にややぴったりだったっていうところがね、最後まで見ていただければわかるかと思います。で、8月15日ですね、本日は、今週発売されるね、パッケージゲームをサイトでチェックということで、まあ、5タイトルっていうか、まあ、ハード別にあるんで、まあ、何タイトルだ9タイトルになるのかな。まあ、個人的にはね、ファンタシースターオンライン2ニュージェネシスのクラウドは、実は自分のね、パッケージゲームのリストには入れてないんですよ。あれは、ゲームカード入ってないんで、パッケージはあるんだけど、ゲームはね、ダウンロードでできてるから、あれは完全におまけなんだけど、PS4 版はディスクが入ってるから、一応こう、ね、パッケージゲーム、まあゲームのパッケージという、まあそういうニュアンスで捉えてるんですけど。で、アムネシアはちょっとね、今思ったんですけど、あの動画の中で検証してなかったなと思うのが、PSP からビータみたいなね、変化の後に、ビータから、スイッチに変換してる時に、特にね、あのサイトの中にね、スイッチならではの特典みたいなのがなかった気がするんですよ。ってことを触れてなかったなと思って、ちょっとそれをね、今はちょっと思い起こせばって感じですが、まあ多分単純にね、ビータで使ってる絵素材を、より解像度の高いもので多分使い直してる、編集し直してぐらいはしてると思うんですよね。うん。あとはなんだろう。リムズレーシングはね、PS5 版もサイト内に情報はあるんだけど、PS5 版は、来月発売です。で、そんぐらいかな。まあ、ゴースト・オブ・ツシマは、ちょっと僕も早く PS4 のね、通常版を手に入れなきゃいけないなと思っていたり、ちょっとね、時代が違うだろうって気がするけど、まあでもね、ちょっとそこら辺が、やっぱりこういう、新しいバージョンが出ちゃうと古いバージョンのパッケージがね、ちょっとどういう扱いになるかっていうのがわからないところあるんでね。まあそういうところは、個人的には気になってます。はい。ということでね、一週間さっくり、ざっくり、振り返ってみたんですけども、まあ今週はね、3DS、まあ3月タイトル、2012年3月タイトルの紹介からいくと思うんですけどね。まあただちょっと今週はちょっと気温がね、の変化が激しくて、ちょっと体調があんまりよろしくなかったんでね、ちょっと健康に気をつけながら、また動画を作っていこうかと思っています。ということで、このチャンネルね、皆さんのご支援が大事です。ご支援は、単純に、チャンネル登録をしていただくこと、あと、グッドの評価をいただくこと、その2点なので、ぜひよろしくお願いします。ということで、以上、さきかんでした。